アナは、中国五冠末期の人物。また、穴カブととも作る。字は、大焼け口。遠州鎮流軍の出身。フトールにより、軍の上景理として推薦された。南進と十常時の争いの感激を縫って、政権を掌握した、東卓の名士優遇政策の一環として、投用された。予習志士に任じられたものの、東卓に忠実であったわけではなく、 後に東卓と折り合いが悪くなり逃亡した巨勢を保護している。龍太や橋イラ諸侯と共に東卓討伐のため拒兵した。この時、蔵広氏に予習から連れてきた兵を預けていたとされる。演唱、演術、曹操らがこれに同調し、大勢力となった。関東の諸侯が拒兵した際、議論の兵隊が東卓の求めに応じ伝えた表によると、穴は、 聖断が得意で、穴が語りかければ枯れた木も花を咲かすとまで言われたものの、軍事が増えてであったという。ただし、停滞は後に、東卓の暗殺を企んだ人物であり、東卓を油断させるため、敵対者の一人である穴を意図的に過小評価をした可能性もある。穴に関する、その後の記録は途切れる一方で、予習志士の人事をめぐって演唱と演術が対立を、 はじめ、巨星も高難に去っていることから、これ以前に穴は死去したと推測されている。吉宗氏は、炎章側の周昇、る、または、州と炎術側の孫権がそれぞれ任命され、争い、孫権が勝利した。この争いにおいて、高孫三の重抵抗孫越が戦死し、炎章と高孫三の対立の一因となった。小説、三国支援儀では、 東卓討伐軍の第三軍として洛陽を攻めている。演技でも穴の最後は描かれていない。ありがとうございます。